ドラゴンクエスト7エデンの戦士たち、実況者は DAL でダルと申します。おお、初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。はい、抜けた。じゃあ続きやっていきますか。台座に鈴を、はい、すごい綺麗。水が引くってどこに引くんでしょうね。思えばなんか開いたかな。開いた音がした。宝箱がありますね。石板だ。後でこの洞窟内もう一回調べないとな。いろいろと取り損なってる気がするんで。祈りの指輪は防御が5上がるんだ。スライムピアスか。あ、じゃあガブにつけてあげよう。何もつけてないから。指輪ならいくらでもつけれそうな気がしますけど、そうでもないんですね。あ、なるほどね。ここに帰ってきたわけだ。あとでまた調べに行くか、同じとこ。で、宝箱回収。水の中のはさすがに魔物も取れませんもんね。守りの種。ゴールド。しょぼ。袋に戻して、敵出るけどちょっと探索。あ、なるほどね。あ、もう人たちいますね。あ、じゃあよかった。上に戻ろうとしてたから正解でしたね。どうも。はい、大地のトゥーラが金色に輝くとき、その音色にて大地を目覚めさせよう。清き衣をまとった巫女の踊りにて神の怒りをなだめさせよう。消えてしまった。開いた。うわー、なんか厳粛そうな場所ですね。ちょっと緊張しちゃうな。本当にありましたね。なるほど、そういう経緯があるわけだ。お、キーファだな。大丈夫っすか。やばそうですね。ジャンの心理はすごい複雑だろうな。ちょっとジャンさんかわいそうですね、これはね。危ない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 。なんと？なんで？祭壇の席には大地のトゥーラが金色に輝くとき。確かに放ってませんね、光を。大丈夫なのかな。まあ大丈夫じゃなさそうなんですけどね。
お、すごいムービーだ。ライラさん、若干ミーティア姫に似てるな。すごいプレステって感じの。あざってのはどれのことなんでしょうね。カルメンみたいですね、なんかね。さあどうなんでしょうか。まあ若干予想つくんだけど俺は。あれ？あ、本当？なんか敵が出てくるんじゃないかなと思ったんだけどな。足くじいてるのによく踊れましたね、ライラさんも。あ、そうなんですか。突然あざが浮かんだんですか。なるほどね。あらら、ジャンさんが抜けちゃまずいんじゃない？この族は。ああ、行ってしまわれた。ありゃ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 、これはまずいですね。じゃあ誰がトゥーラを引くことになるんだ。はいはい、わかりました。はい、了解。大丈夫？猛毒を食らったダーツさんでしたが。よし、じゃあやっていきますか。あー、なんかダメだな、実況にキレがないな。もっと喋らないと。さすがベレッタさんですね。郷に入っては郷に従えってやつですね。はい、ではアルス一行たちは大地の鈴でしたよね、回収してきますか。あ、やった。はい、儀式は失敗だったが、その夜はその夜はささやかな宴が開かれた。そしてその夜更け、キーファですね。アルスにも腕にあざがあるんですか、まさか。うん、おう、どういたしまして。突然どうした。そして消えるキーファ。完全にお姉さん役ですね、マリベルが。まあそんな感じするけど。戦ってます。なんだなんだ。何？いや、キーファーそうそう負けんだろう。もちろんこちらから願いたいぐらいじゃ。また突然、キーファーよ。歌を捧げる。なんとキーファがここでお別れ。そうか、
はい。エヴァルのみんなと共に神の祭壇を守っていく。まあね、男同士だから仕方ないな。はいと言うしかないだろう。どうすんのよ。でもグランエスタードいいのか。まあ仕方ねえな。わかりました。セーブしたいんだけども、もうちょっと頑張んないとダメかな。そしたらこっちから出ると多分ダメか。族長さん、セーブさせてくれんかね。どうもありがとうございました。そっか、キーファ戦闘で行くんだ。なんか寂しいな。こちらこそ。うん、またな、キーファ。そのうち会うこともあるだろう。ただキーファのお父さんに伝えるのは嫌だな。キーファが投げてくれたんじゃない？手紙とキーファ、装備品。はぁ、キーファいなくなっちゃいましたね。これから3人でやっていかなきゃいけないのか、ちょっと不安ですね。まあ仕方ないか。じゃあ今回はここまでにしますかね。それではご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。